即位礼正殿の儀から一夜明けた23日、自民党の保守系議員グループが今の男系男子の皇位継承を維持するためには旧皇族の家系の中から皇族への復帰を可能にする法改正をすべきだと、こうした提言をまとめました。この提言を11月の大嘗祭の後に安倍総理大臣に提出する方針です。守る会の総会を開会させていただきたいと思います。座らせていただいて失礼いたします。本日は総会早朝から誠にありがとうございます。まずは今日はですね、ちょっと日程的にかなりタイトな日程でございますので、ぜひ先生方のご協力をいただきますようによろしくお願いを申し上げたいと思います。それでは最初に代表幹事から挨拶をお願いいたしたいと思います。皆様おはようございます。昨日は素晴らしい、即位礼正殿の儀に私たちも参加いたしまして、改めて皆様と一緒に、心よりお喜びを申し上げたいと思います。守る会、日本の尊厳と国益を守る会は6月20日に発足をいたしまして、以来、非常に頻繁に、総会や幹部会、執行部会を重ねてきまして、まずは一番根源的な問題であります皇位継承の安定について豊かな議論を重ねてまいりました。本当に先生方からは想像以上の貴重な意見をいただいて心より感謝申し上げます。先日の総会にて最終的な提言の取りまとめを執行部に一任いただきまして、その後も実は昨日も即位の礼正殿の儀が終わった後にも執行部が開きまして最終的なすり合わせをいたしました。でこの後の総会で少しすいません、この後ごめんなさい失礼しました。メディアの方々にご退出願った後にちょっと具体的に申しますけれども、いかにして、政府側にこの提言を手渡していくか、あるいは政権の中で検討いただくかについても調整がかなり進んでいます。本日はご一任とその政権側との調整の進捗を受けて、この提言そのもの、最終案と案も外しまして提言そのものをご検討ご了承いただいて、その後記者会見にてメディアの方々を通じて国民に向けて、あるいは皇位継承について世界から今注目も集まっておりますので、世界に向けても発信発表いたしたいと思います。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。ただいまより日本の尊厳と国益を守る会の記者会見を始めさせていただきたいと思います。本日国会の日程が極めてタイトで重なっておりますので、遅くとも8時45分にはこの記者会見終えたいと思いますので、どうぞご協力をいただきますようにお願いを申し上げたいと思います。資料をじゃあお配りをいただけますでしょうか。資料をお配りをいただいた上で説明に入らせていただきたいと思います。本日は皇位継承の安定への提言というテーマについての記者会見でございまして、最初に山田守る会幹事長から提言の趣旨についてですね、一枚紙を用意をさせていただいておりますので、この趣旨についての説明をさせていただきたいと思います。お願いいたします。一枚紙の方ですね。あ、前ないです、こっち。ちょっと待ってね、みんなに行き渡ってから。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。それではこの趣旨を読み上げることで、説明に変えさせていただきたい、あとご質問いただきたいと思います。皇位継承の安定への提言の趣旨、昨日大阪に即位礼正殿の儀が催され、今上陛下が126代天皇にご即位されたことを国内外に宣明され、心よりお喜び申し上げます。さて、日本の尊厳と国益を守る会、略称を守る会は、天皇陛下と皇室の弥栄を記念し、本年6月の守る会発足以来、精力的に研究検討を重ね、本日別紙の通り皇位継承の安定への提言をまとめ発表いたします。本提言に至ったのは、今上陛下の次世代の皇位継承者が事実上
悠仁親王殿下お一人に限られる中で、二千数百年にわたってただ一つの例外もなく受け継がれてきた皇位の男系父系の父系による継承が危ぶまれるからであります。また立法府においても平成29年6月の天皇の退位等に関する皇室典範特例法の成立の際、政府は安定的な皇位継承を確保するための諸課題について施行後速やかに検討し国会に報告するよう付帯決議が付されたことを踏まえ、今後の冷静で真摯な国会や国民の議論に寄与したいと考えたからです。一方、我が国の皇位継承の伝統には一例もなかった女系天皇につながりかねない女性天皇や女性宮家についての提言が昨今政党や学者等から数々なされており、それらについて皇室の伝統を守るという観点から正しい情報と対案を提示していこうと考えたからであります。自由民主党所属議員有志で作る日本の尊厳と国益を守る会の本提言が、特に政府や自由民主党において二千数百年の伝統に基づく安定的な皇位継承を図るための議論と検討に資することを願い、本提言を発表いたします。なお、本提言の総理への施行は11月の大嘗祭までの皇室の一連の行事が終了し、総理が APEC の首脳会談から帰国した後に行います。また本日に自由民主党の幹事長、総務会長、政調会長、参議院政審会長に提言を届けます。令和元年10月23日、日本の尊厳と国益を守る会、以上です。はい、はい、趣旨については今説明をさせていただきました。引き続きまして、提言そのものについてですね、青山代表幹事から説明をさせていただきます。はい、皆さんおはようございます。それじゃあ提言について、先ほどの趣旨と同じく読み上げによって説明に変えたいと思います。で、ご質問はこの後一旦会見を閉じた後でも私は残りますので、質問はまたお受けします。それでまず読み上げの前に一番大事なことを理解していただきたいのは、この提言というのは1から5までの全部が提言です。具体的なことを4番と5番に書いておりますけれども、最初の異議の確立から全てが提言です。なぜかといえば、まさしくこの1番に書いています通り、敗戦後に生まれた私たち、あるいは育った私たちは、実は天皇陛下のご存在の意義そのもの、あるいは皇位継承を続けることの意義についてほとんど学校で教わった覚えがありません。でしたがって、提言の前に、国民的な理解、あるいは異論反論を含めた上での国民的合意の形成が必要だと思いますから、この提言全体を提言そのものだとご理解いただきたいと思います。それでは読み上げます。皇位継承の安定への提言、日本の尊厳と国益を守る会、略称守る会、令和元年10月23日。1、異議の確立。私たち日本国民は昭和20年西暦1945年から74年間天皇陛下と皇室の存在意義を学校で正面から教わることがないままに来た。それは家庭教育にも似通った現実をもたらしていると思われる。そのために天皇陛下のご存在を男系父系によって続けることの根本的意義、あるいは世界的価値を知る機会に乏しい。まずここから再出発せねばならない。日本の天皇陛下は諸国の皇帝や王と大きく異なった存在である。古代における仁徳天皇の民のかまどという故事によれば、天皇陛下は民の台所から夕餉を支度する煙が上がらないのをご覧になり、民の暮らしを楽にするために税を取るのをおやめになった。御自らの食事が粗末になり宮殿が傷むことより民を優先なさった。これは今上陛下が祈られる際に御自らの幸福を祈られることがなく、ただ民のために祈られることに直につながっている。すなわち人のために生きるという生き方、民と国の理念を祈りを通じて全ての日本人にお示しになる存在である。民のための祭り主であられる役割を受け継がれることが皇位継承の本質である。
これらは天皇家という初代より126代、2000数百年にわたるただ一つの血統によって受け継がれ、貫かれることによって実現している。皇位の歴史が男系父系による継承であるために、父系を一系でたどることができ、仁徳天皇や神武天皇にまでつながる天皇家の皇統が続いてきた。2000数百年にわたり、変わらず受け継がれてきたかけがえのない伝統を、ひとときの時代の価値観や判断で断絶することは許されない。我らはこの伝統を日本国の根源として、また変わりゆく世界の中で変わらない安寧の国柄として守り抜かねばならない。2、基本認識の整理。1、男系女系の違いは何か。男系とは、父系父方の血統で神武天皇とまっすぐにつながることである。女系であれば神武天皇とつながらない。女系による皇位継承は日本の歴史で一度たりとも起こっていない。男系による皇位継承をいかなる例外もなく126代一貫して続けてきたのが日本の伝統である。これは性差による優劣を論じるものでは全くない。有史以来一貫して民族が尊び保ってきた男系による皇位継承を堅持するのか、その伝統を断絶させてしまうのか、この論点こそが皇位継承をめぐることの本質である。2、女性天皇と女系天皇はどう違うか。女性天皇は過去に10代8人いらっしゃった。いずれも即位後は結婚なさらないか、恩子を持たれず男系父系の男子に皇位を継承された。この女性天皇がもしも皇統に属していない方と結婚され、恩子が即位されていれば女系天皇、母系天皇となるが、それは一度も存在されたことがない。今後もし女系天皇、母系天皇を認めれば、天皇家の皇室は終わり、異質の王朝、皇室、すなわち神武天皇から受け継ぐ祭り主ではない天皇ならざる天皇を生み出すことに直結する。3、男系女系ではなく父系母系と呼ぶのはどうか。女性差別という誤解を避けるためには望ましい。変更するには皇室典範第1条、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承するを、皇位は皇統に属する父系の男子がこれを継承すると改正する必要がある。男系という言葉を使った法は他になく、この改正だけでよい。4、いわゆる女性宮家を創設すれば何が起きるか。宮家とは本来、男系父系による皇位継承を確保するために先人が鎌倉室町の時代にかけて創設した。すなわち父系で皇統につながる男子を広く世に求め、その男子を当主とする宮家を作り、いつでも男系父系の継承者になれる候補を確保するためである。したがって現代に新しい宮家を起こす場合にも男子がご当主でなければならない。女性宮家がいかなるものを指すのか、未だ定義がなされておらず、共有認識はないが、一般的には女性皇族が皇統に属していない方と結婚後も皇族にとどまり、新たに宮家を作って当主になられることを指すと解されている。仮に女性宮家が創設されると、皇統に属していない方が有史以来初めて皇位によって皇族になることになり、万一その子や孫が皇位に就かれた場合には、皇位の男系継承という日本の伝統は終焉となる。5、皇位を継承できる皇族、男子皇族が極めて少ない現在の危機が起きた。その客観的な経緯は何か。敗戦と非占領により日本が主権を喪失していた当時に、 GHQ が昭和天皇の弟君の宮家以外の11宮家51人の皇族をすべて強権をもって皇籍離脱させ、皇位を継承できる男系父系男子の人数を極端に減らしたことによる。それ以外に現在の危機の原因は見当たらない。6、皇位継承の危機は初めてか。先人はどのように乗り切ってきたか。皇位継承の危機は少なくとも古墳時代から起きていることであり、敗戦を経た現在だけの危機ではない。すなわち危機を乗り切る知恵はすでにある。例えば古墳時代の継体天皇はその危機から生み出された天皇陛下である。先人は神道の統差近さは問題とせず、男系父系で皇統につながっていることを唯一無二の条件として広く男子を探した。そして越前、伊勢津有におられた応神天皇のご正孫が即位され、継体天皇となられた。7、
不敬で公党につながる男子であれば、新党が大きく離れていても問題はないのか。上記6の史実の通り、いかなる時代においても我が国では男系不敬による血統で皇位を継承させることを最も重要な原則として貫いてきた実績があり、公党として問題は生じない。8、皇位継承をめぐる俗論の誤りとは何か。例えば側室を置かないことが不安定化の原因だという説はどうか。これも上記継体天皇の即位を考えれば、皇后陛下以外に妃、現代用語あるいは武家用語では側室が数多くいらっしゃった時代にも皇位継承の危機は起きている。したがって側室を置かない限り問題が解決とならないなどという評論は俗説に過ぎない。前述の通り皇位継承の安定策は先人の知恵の中にすでにある。3、現状の簡潔な整理。皇室典範の定める皇位継承者が3人、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下、常陸宮親王殿下しかいらっしゃらず、うち次世代の継承者といえるのは悠仁親王殿下お一人という現状にある。今後はおそらくは数十年を経て悠仁親王殿下が即位され、その後男子がお生まれにならなければ皇位継承者が絶える恐れがある。その時代には現存の宮家が全て耐えている可能性があるからだ。括弧の中は立法府の付帯決議のことですので読むのは省略します。4、具体的な安定策。まず守るべき大原則として、現在の皇位継承順位は一切変えないものとする。旧宮家の方々が皇室典範の改正あるいは特例法の制定及びご当人の了承のご意思によって皇族に復帰された場合でも同様とする。事実上以下の両案に絞られる。さらにこの両案は統合することができる。異養子及び婿養子案。旧宮家の男子が現皇族の養子となられるか、女性皇族の婿養子となられる案。お生まれになる子が即位された場合、父が天皇の血を引くという男系不系の原則を満たすことができる。後者の婿養子となられる場合、その旧宮家の男性がご当主となり、新しい宮家を創設することがあり得る。またこの際の重要な注意点は、婚姻はご当人の自由意思に基づく自然なものでなければならないことである。さらに皇族の養子を禁じた皇室典範9条、また一般国民の男性は皇族になれないとする皇室典範15条の改正か、特例法の制定が必要となる。ロ、旧宮家の皇籍復帰案。政府機関の非公式な調べによると、10代5人20代前半2人の皇位継承者たりうる男子、すなわち男系不系で皇統につながる男子が旧宮家にいらっしゃるという現況に鑑み、国民的理解に基づく立法措置を経た後にその中から了承の意思を持たれる方々に皇籍に復帰いただく案、上記の皇室典範15条改正をするか、特例法を制定すれば可能となる。参考、前述の継体天皇の即位当時と同じく皇統に不敬でつながる男子を改めて全国から探す案もあり得るが、上記のように旧宮家の中に皇位継承者たり得る男子が少なからずいらっしゃることを考えれば、いたずらな混乱を避けるために実行すべきでない。上記を統合すると以下のようになる。旧宮家の男子について了承いただける方には皇籍に復帰いただけるよう、また現皇族の養子か女性皇族の婿養子となられることがあり得るよう、皇室典範の改正または特例法の制定を行う。最後に5、手順。1、皇室典範を改正する。2、皇室典範の改正は行わないか最終限度にとどめ、ご上位と同じく特例法の制定を行うの両案があり得る。後者の特例法はご上位の際と同じく立法府の円満な合意形成に寄与することが期待できる。この特例法は現在の皇位継承順位を堅持し、不敬の皇位継承者を安定に確保するため、皇室典範第9条、天皇及び皇族は養子をすることはできない、及び第15条、皇族以外の者及びその子孫は女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては皇族となることがないという条文に関連しての特例法の制定となる。すなわち旧宮家の男子に限っては養子となることができ、また婚姻によって皇族となることができるという特例である。仮に
基本認識の整理の3で述べた皇室典範第1条の改正により、男系という用語を父系に改めておけば、特例法においても父系という用語を用いることができる。以上です。はい、それでは説明終わりました。時間も限られておりますので、簡潔にご質問のある方はどうぞ。この不思議な沈黙は何でしょうか。読売新聞の草竹と言います。まずお伺いしたいのが、今回提言をまとめられて、党内では稲田先生を中心とする議連でも同じように皇位継承の勉強会などをやっていますけれども、この皇位継承の安定化に関して の議論の状況、党内の議論の状況を今どんなふうに評価されているか教えてください。どうぞ。いいですか。はい、稲田先生の議連も作業をなさっているのは承知してますけれども、もともと自由民主党というのは党の公式機関とは別途いろんな勉強会や議員グループがご承知のとおりたくさん常に動いていますから、特にすり合わせ連携その他はしておりません。あんまり推測で勝手に言っちゃいけませんけれども、根本は多分通行するものがあると思いますけれど、でも例えば皇室典範を改正するのか特例法でいくのかということも含めてですね、いろんな考え方ありえるん でそれを議員内閣制として党としてさまざまな意見が出て最終的には政権で決定されるという通常の手順ですから、稲田先生の議連に、ごめんなさい、稲田先生の勉強会に限らずたくさんのお考えむしろいただきたいと思います。党内での議論が、はい、盛り上がってるか盛り上がってないかっていうようなことに関してはどうでしょうか。フランクなものの言い方で言うと、随分良くなったと思ってますよね。というのは、不詳私は議員になってまだ3年ですけれども、それまで議員になった後もですね、これだけ皇位継承について危機が深まる中で、まともな議論ほとんど民間専門家の端くれのところから聞いたことがないですね。で、守る会はもともと自由民主党の中で議論があまり行われてない、もっと踏み込んで言えばタブー視されてるんではないかというところを踏み込んで自由な議論を喚起するというのが目的ですから、そういう意味では今すでに盛り上がってるとまではとても言えないと思いますけれども、でも私たちのグループも含めてさまざまな議論が起きてきたこと自体は随分前に進み出したなと思っています。それは最終的にはいろんな異論反論が残ると思いますけれども、目的はその昨日の即位礼正殿の儀でも国民の皆さんが痛感されたように、こういう伝統を守りたいというところで国民で合意がなされるためには状況は良くなっていると思います。はい、すみません、追加で今日党役員のところにお持ちになるということなんですけれども、総理への提出が1ヶ月ぐらい後だと思うんですけど、そのぐらいちょっと時間が空く理由っていうのはどのようなところにあるんでしょうか。これは実はさまざまな調整を行った結果で、私たちが勝手に11月になったら行きますと言ってるわけではなくてですね、いわば非公式なある種の合意ができていると思うんですが、と言いますのはまず第一には台風被害に対する対応が今一番喫緊の課題です。それは政権も、自由民主党も全く同じですよね。でその中でパレードは延期され、ご承知の通り即位礼正殿の儀は予定通り、その他の行事も予定通り行われたわけです。でそうしますと少なくともパレードが延期された11月10日以降に総理に、最高責任者の総理に施行するのは延ばした方がよかろうということもありますし、その後も11月17、15に大城祭があって、そこで一連の行事を一応、陛下はその後も行事続きますけれども、一応国民的行事としては大きな山を越えますから、で大城祭の直後に総理は APEC でチリに行かれますが、そこから帰国された直後というのが、一番むしろ早い適切な時期としては一番早いだろうということで非公式な合意に達しているので、この趣旨の最後のところにも盛り込んでいるわけです。で通常考えれば今日発表したんだから党だけじゃなくて総理にも施行するのが当たり前ということでしょうが、もう一度言いますが、台風の極端な災害が起きている中で、通例にあまりこだわるよりも
あくまで国民の立場に立った方がよかろうと考えています。もう一点だけすみません、提言の中で女系天皇に関しての評価はかなり明確に打ち出していると思うんですが、女性天皇に関しての評価がちょっとあまり見えてこないような気がしたんですけども、女性天皇への評価に関してはコンセンサスが得られたんでしょうか。それは良きご質問だと思うんですけれども、おっしゃる通りですが、別にごまかしているわけではなくてですね、このまず、提言の2ページから始まっている基本認識の整理というのは、これ事実上 Q&A ですよね。で、提言の中に Q&A があること自体が、変わった提言なわけですよね。でもそうしなければいけないほど、まず私たち国会議員の中で、これは自由民主党だけじゃなくて全政党を含めてですね、誰も学校でほとんど教わってないから、新官になられる学校に行かれた方とか除けばほとんど教わってないんで、そうするとこういう Q&A を基本認識の整理という形で出すことが必要 で、そこの2番に女性天皇は実はいらっしゃいましたよと。ただし女性天皇におかれてはご存知の通りですね、最初の推古天皇から皆様即位されてからは結婚なされていなかったり、お子様も設けられなかったりしてますよね。そうすると平たく言えばですね、その現代に置き換えると、女性天皇が即位された時にそのご結婚なさらないとか、あるいはお子様も設けられないとか、そのような人権を無視したようなことは決してできませんから、書くこと自体が不適切だと思いますよね。そうすると現代における女性天皇というのは古い時代とやっぱり意味が違うので、そこは今の段階でこれ以上踏み込むべきでないと。ただニュアンスとしてはですね、女性天皇が仮に生まれる場合はその伝統を守るためにはそういう一種の人権上の問題も生じかねないという懸念を示唆していると。だからできれば普通に男系父系の皇位継承の方がさまざまな方々の幸せを不用意に侵すことがないという考え方理念は十分盛り込んでいるつもりで、総会ではたくさんもちろん議論出ましたけど、そのように決しました。はい、それではちょっと時間でございますので、一旦これで記者会見打ち切らせていただくんですが、この後青山代表幹事はじめ何名かの先生方残っていただきますので、また質問等ございましたらしていただければと思います。それではとりあえず以上をもちまして、日本の尊厳と国益を守る会の記者会見は終了させていただきたいと思います。誠にありがとうございました。皆さんありがとうございました。